このビデオは、薬学教育モデル、コアカリキュラムに関わらないで、熱力学の状態関数に関する問題を扱っていきます。目次です。閉じた K の熱力学の基本方程式。それらを読み出すことができるセブンの図。ルジャンドル変換による状態関数の変数の入れ替え。マックスウェルの関係式の誘導。マックスウェルの関係式を使ったジュール・トムソンの法則。 以上について知識を整理しておくために作成しました。スライド変わります。まず状態関数について見直してみます。熱力学には平行状態だけを扱う平行形の熱力学と揺らぎを取り入れた非平行形の熱力学があります。大学の学部では平行形の熱力学を学習します。平行形でも 閉じた系と開いた系があります。一年生の間は外界との物質のやりとりを考えない。閉じた系に範囲を絞って勉強しています。ここまでに触れてきた状態量、状態関数にはスライドに示したものがあります。そのうち閉じた系では物質量というものは特殊で、いつも今考えているのは1モルの話なのか、そうでないのかを注意してください。 簡単に言えば、エネルギーの単位がジュールマイモルなのか、そうではなく、ジュールなのかということです。前置きが長くなりました。閉じた形で、熱や仕事を渡される時の状態関数の関係を図にしてみます。まず、内部エネルギー変化、熱力学第一法則で言っているように、熱や仕事のやりとりは、形の内部エネルギー変化、デルタイ、e、に注目します。 その内部エネルギー変化の中で、K それ自体にとって、温度や体積を維持するのに必要となる取り分があります。それが T デルタイスのエントロピー項です。T デルタイスは、K を構成する分子の運動や相互作用を反映しており、大きくなると無秩序になると言われています。また、T デルタイスは、時間が進む方向を決めており、時間のや、 タイムアローになっているという人もいます。K が T デルタ S の取り分は点引きしてしまいますので、蓄積されたデルタ E のうちで T デルタ S の分を人間は自由にできません。残りの部分だけを自由に利用できるので自由エネルギーと呼びます。デルタ F と表します。ヘルムホルツ自由エネルギーとも言います。さて、ここまでのお話は体積が変わらない定用過程のお話でした。 低圧過程では、K の体積を変えることができるようになります。それに伴って出てくるのが、体積変化仕事 PΔV のお話です。K の温度が上がれば熱膨張して、ΔV がプラスになります。冷却すれば収縮して、ΔV はマイナスになります。低圧過程の時、PΔV は、自動的にやり取りさせられる税金のようなもので、低圧過程では、 避けることができません。PΔV を消費税に例えます。低圧過程では、受け取った熱や仕事は、直ちに PΔV を奪われます。低圧過程で、K に渡されたエネルギーを、エンタルピー変化、ΔH と呼びます。渡された分の合計です。K はこれだけ渡してもらったはずなのですが、PΔV は取っておかないといけません。だから、渡されたエンタルピー変化、 デルタ H があっても、実際に K が受け取っているエネルギーはデルタ E だけなのです。そこで、消費税をいちいち計算するのは面倒ですので、最初から、消費税込みの内税表記にしておきます。そうすると、自由エネルギー変化も、さっきのデルタ F よりも大きくなります。これを、ギブズ自由エネルギー変化といって、デルタ G として区別します。実際は消費税込み、なので、 実は、デルタ F と同じ分しか利用できません。以上のようにまとめてみましたが、皆さんのイメージはどうですかちなみに、この話は、K が外界からエネルギーを渡された時の話です。熱力学第一法則のところで、ピストンを押したり引いたりして考えた。仕事のマイナス P デルタ V というのは別物です。今言っているのは、 エネルギーをもらった後の K の温度に応じた熱膨張の話です。変な例え話かもしれませんが、イメージはつかめましたかスライド変わります。ここでは、K が外界にした仕事がマイナス P デルタ V です。K がエネルギーを受け渡ししてしまう前の話です。いいですかエネルギー保存の法則では、エネルギーを渡されてからではなく、 エネルギーを受け取る前の話をしているんです。前のスライドの絵は、これで受け取りが完了してから、どれだけ使えますかという話です。内部エネルギー変化、デルタ E は、熱力学第一法則、エネルギー保存の法則に従って、DT イコール0、DP イコール0の時に、協約型の状態関数の4つのうちの、エントロピー S と、体積 V を説明変数に持っています。 この形の微分式を熱力学の基本式と言います。エネルギー状態関数の4種類 E,F,G,H にはそれぞれ基本式があります。ここからはその4種類を集めていきます。スライド変わります。エンタルピーは内部エネルギーに体積変化仕事を上乗せしたものです。H イコール E 足す PV です。では、 これを微分型で表します。PV は状態関数の積なので、積の公式で微分をします。これに、前回の DE イコール TDS 引く PDV を代入して整理します。エンタルピーにおける熱力学の基本式は DH イコール TDS プラス VDP です。あと2つですね。スライド変わります。 ヘルムホルツ自由エネルギーは内部エネルギーから K の取り分であるエントロピー項 TS を差し引きます。F イコール E 引く TS です。これを微分型で表します。積の公式でマイナス SDT マイナス TDS です。ここでも DE イコール TDS 引く PDV を代入して整理します。ヘルムホルツ自由エネルギーにおける 熱力学の基本式は DF イコールマイナス SDT マイナス PDV です。あと一つです。スライド変わります。ギブズ自由エネルギーはエンタルピーから K の取り分であるエントロピー項 TS を差し引きます。G イコール H 引く TS です。これを微分型で表します。 積の公式でマイナス SDT マイナス TDS となるのはヘルムホルツと同じです。今度は DH イコール TDS プラス VDP を代入して整理します。ギブズ自由エネルギーにおける熱力学の基本式は DG イコールマイナス SDT プラス VDP です。これで4種類コンプリートしました。スライド変わります。以上。 E, F, G, H 4種類の熱力学の基本方程式には、セブンの図が、リマインダーとして使えます。まず、出始めに、S, E, V と書きます。本学に着任した時に、先代の大島博之先生が、これを教えなさいとおっしゃったので、しつこく説明しています。1999年の科学と教育という雑誌に、田名先生という方が、 考案者とおぼしき論文がありました。YouTube で海外の教材を探してみると、マックスウェルスクエアと言っています。これは、さっきの多賀先生の論文によると、1930年代からボルンが書いていたそうで、書き方が違うものですけど、セブンという日本人のダジャレの方が便利ですね。コロナで、いろんな大学の教材が見えるようになっていますが、大学によっては、 ラッキーセブンの図とか読んでいるところもありますね。書けましたか次に、時計回りに E,F,G,H と書きます。それで V に強弱な状態関数を対角線の向こうに書きます。左下に P です。また S に強弱な状態関数を対角線の向こうに書きます。右下に T です。 そうしたら、右側の角に来た V と T に丸をつけてください。これで出来上がりです。7と書いて EFGH をぐるっと回って V に P、S に T、右に丸2個です。7と書いて EFGH をぐるっと回って V に P、S に T、右に丸2個。大丈夫ですか次は関係式を引っ張り出しましょう。 どこからでも構いませんが、まずは内部エネルギー DE から行きましょう。E の両隣に S と V がありますから、両方とも D をつけて、さっきの DE の右側にそれぞれ離して書き込みます。それで DS と強約な T を DS の前に書きます。同じように DV と強約な P を DV の前に書きます。それで 丸の場所を確認してください。D がついている方に丸があったら、マイナスをつけます。それで、DE イコール TDS-PDV マイナス。出来上がりです。じゃあ、ヘルムホルツ自由エネルギーはどうでしょう。DF を取り出して、上下の隣の DV と DT を引っ張ってきます。それぞれの協約関数を左に書きます。丸を確認して、 プラスマイナスを振り分けます。DF イコールマイナス SDT マイナス PDV。いいですね。次は低圧過程シリーズになります。エンタルピー。DH は DS と DP を引っ張り出して TDS と VDP にします。丸はありませんから DH イコール TDS プラス VDP。できましたか 最後に低圧過程のギブズ自由エネルギーは、DG イコールマイナス SDT プラス VDP ですね。ここまではいいですかでは練習です。スライド変わります。ルジャンドル変換とありますが、まず基本方程式を練習しましょう。内部エネルギーは DE イコール TDS マイナス PDV。とりあえず、右のは今は放置して、 ヘルムホルツは DF イコールマイナス SDT マイナス PDV エンタルピーは DH イコール TDS プラス VDP ギブズ自由エネルギーは DG イコールマイナス SDT プラス VDP できましたかもう一回やりますかいいですね。巻き戻してくださいね。それで右に書いている変微分形式にします。 dE イコール tds-pdv というのは E という目的変数が S と V という説明変数でできていますというわけです。そこで dv イコール0としますと2番目の項が消えますから ds を移行します。ただしもともと説明変数が2種類ありましたから単純な微分方程式ではなくてある V を決めましたという意味で 微分記号の右下に V と書きます。実際に計算をするときには V イコール何々と数値や式を書き込みます。そして変数が他にもありますよという合図で D でなくてラウンドを使います。ラウンド E ラウンド S イコール右辺に残っているのは T です。YouTube で英語の動画を見るとパーシャル E パーシャル S イコール T V コンスタントと読み上げていました。カッコではなく、右側に縦線だけ書いて、V と書き添える動画もたくさんありました。ガンは9台。E には、もう一つ説明変数があります。V で変微分するときは、DS イコール0として、S を右下に書きます。それで、ラウンド E ラウンド V イコール右辺に残っているのはマイナス P です。 あと6種類についても、目で追ってみてください。ラウンド F ラウンド T イコールマイナス S。ラウンド F ラウンド V イコールマイナス P。ラウンド H ラウンド S イコール T。ラウンド H ラウンド P イコール V。ラウンド G ラウンド T イコールマイナス S。ラウンド G ラウンド P イコール V。マイナスがあるものを忘れないでくださいね。いいですか 全部できたら準備が終わりですから、いよいよ本番です。変微分式を見ると、右辺に強約型の状態関数。t と、マイナス s、マイナス p と v が、それぞれ2つずつあるのがわかりますかまず、温度 t が共通ですから、内部エネルギー de とエンタルピー dh に注目してください。t イコール、マウンド e ラウンド s です。 これを両辺 V で偏微分します。こうやって書くみたいです。そうしたら右辺はカッコを取り外します。イコールラウンド事情 E ラウンド V ラウンド S。そうしてカッコを別の方に入れ替えます。イコールラウンドラウンド S カッコラウンド E ラウンド V。そしたらカッコの中は右上と同じになりましたからマイナス P を代入します。 イコールマイナスラウンド P ラウンド S の V 固定。わかりましたか次はエンタルピーです。左側を持ってきます。では、ビデオを止めて、続きを右端まで書いてください。いいですかできましたか大丈夫ですかでは答え合わせです。できましたね。 左端では、変微分の上にある t と右下の S が、強約の関係です。内部エネルギーでは、変微分の上にある p と右下の V が、強約の関係です。エンタルピーでは、変微分の上にある v と右下の P が、強約の関係です。スライド変わります。続いて、ヘルムホルツ自由エネルギーとギブズ自由エネルギーの変微分方程式でもやってみましょう。 いいですかヘルムホルツ自由エネルギーの変微分方程式からはこのようになります。では次に行きましょう。ギブズ自由エネルギーの変微分方程式からはこのようになります。ルジャンドル変換というのは、このように完全微分可能な説明変数を入れ替える作業のことです。そのように、真ん中の二重変微分にして入れ替えることができるというのは、 熱力学の協約型の状態関数のほか、量子化学のハミルトニアンに出てくる解析力学の位置と運動量、マックスウェルの電磁気学など限られたものだけの特権なのだそうです。スライド変わります。では、こうして得られた関係式をまとめてみましょう。これらを、マックスウェルの関係式と言います。矢印を書き込んでいるのですが、見えにくいでしょうか。熱力学の基本式から、 係数は、プラスマイナスごと変微分分子に下ろして、微係数の方は、たすきかけにして、変微分分母に書いたものになっていますね。それで、内部エネルギーで導いた関係式と、ギブズエネルギーで導いた関係式は、点対称に180度回すと同じものになります。固定するのだけ変わります。エンタルピーとホルムヘルツエネルギーの関係式も同じです。 セブンの図では、向かい合わせになっていた者同士ですね。それで、ウェブサイトを探しても、YouTube 動画を探しても、マックスウェル関係式の導き方は、たくさんコンテンツがあるのですが、だから、どうした、という話に繋がっているものは、ほとんどありません。セブンの図から、熱力学の基本方程式を引っ張ってくれば、ファントホップ式の動画のように、ギブズ自由エネルギーでは、 圧力と温度から物質の酸体と体積やエントロピーを結びつけるなら面白いのですが、この式が結論というのはちょっときついですね。スライド変わります。ジュールと無ン効果です。ジュールはマイヤーの式のビデオでも登場しましたが、熱の仕事投量を測定して熱力学の基礎を築いた人です。羽車の芯棒に糸を巻きつけて重りをぶら下げ、 この跳ね車で水をかき回す装置を使い、重りが落下する力学的仕事が、水の温度をどれだけ上げるかを調べました。水 1g の温度を一度上昇させる熱量1カロリーが 4.184J というのはこれで決まります。ジュールは、それまでに水中に浸した電熱線に、ボルタ電池で電流を流すと、水の温度が上がるという、ジュールの法則。 ジュール熱を発見して有名になりました。一方、トムソンは、ウィリアム・トムソン・ケルビン断尺一世で、熱力学温度の単位に名前を残しています。数学の天才、オイラーは、論文を700本残したので、オイラーの式がいっぱいありますが、トムソンは、古典物理学の分野に、600の論文があり、トムソンの法則もいっぱいあります。ジュール熱の計算は、 ケルビン卿トムソンがダニエル電池で実験し直して、正確な値にしてから SI 単位の制定に貢献したそうで、ジュールが実験が下手というと、なんだか親近感が湧きますが、科学の話で言えば、ボルタ電池なんか使っていたら、正確な実験は無理ですよね。オームの法則もボルタ電池を放り捨てて、ゼーベック熱電効果に乗り換えたから成功したそうです。悪名高いボルタ電池は、 今では、高校の教科書から削除され、大学入試でも出題禁止です。でも、電圧の単位に名前が残っているし、現代の電気自動車の名前もボルタがトップランナーです。話がそれました、ジュール・トムソン効果です。マイナス4度以下になると、自動車のフロントガラスに霜が降りて、前が見えなくなり、 エチレングリコールやプロピレングリコール水溶液である不凍液を噴射してワイパーを回しても氷が取れないときエタノールスプレーを噴霧すると融解熱で氷が溶けますそんな科学の知識だけあってもスキー場でこういう目にあってアルコール融解スプレーを使うととんでもなくスプレー缶が冷たくなって指が動かなくなった経験はありませんか高圧のスプレー缶から 低圧の大気中に非理想気体を噴出すると、吸熱過程になることを、ジュールトムソン効果と言います。話が長いですね。エントロピーの計算のビデオでは、ガスボンベのコックを急激に開くと、チューブの中で気体が断熱圧縮して、金属が誘拐する計算をしました。断熱圧縮や断熱膨張では、文字通り、外界との熱量のやり取りは考慮しません。 ペットボトルで体積を変えて、雲ができる実験をしても、冷たくて触れなくなるほどではありません。ジュールトムソン効果は、断熱膨張よりも、もっと、もっと熱を奪い取るもので、冷蔵庫もクーラーも、すべてジュールトムソン効果で働いているのです。ジュールトムソン効果の原因は、理想機体には許されない、分子間相互作用です。スプレー缶の中に詰め込まれたエタノールや、 クーラーや冷蔵庫で循環するダイオフロンガスは強い分子間相互作用を持っています。これが高圧で小さい溶石の中に詰め込まれて安定化している状態からいきなり低圧で大きな体積に膨張させられると分子間相互作用を切断するためのエネルギーを要求するわけです。だから周囲の熱を奪っていくために冷たくなるのです。とは言っても こういう生化学や有機化学みたいな分かったような理屈を言ったとしても物理化学や分析科学では許してもらえません。定量的に数字や台数演算で証明してみせないといけないのです。いつまでも中学校や高校理科の教職課程で教わる実験ごっこではいけないのです。断熱過程でエンタルピー変化をゼロと置き圧力変化による温度変化を考えるのですから この変微分を、ジュールトムソン係数、μJT と言います。ラウンド T、ラウンド P は、変微分の循環法則から、マイナス、ラウンド H、ラウンド T 分の、ラウンド H、ラウンド P と等しくなります。ここで、分母に来る、ラウンド H、ラウンド T は、低圧モル熱容量の定義式にあたります。それで、分子側の、ラウンド H、ラウンド P を考えます。 スライド変わります。エンタルピーに関する熱力学の基本方程式から、ラウンド H ラウンド T を取り出すために、両辺を DP で偏微分します。左辺は、そのままラウンド H ラウンド P になります。右辺は T ラウンド S ラウンド P で第2項は定数 V です。ここで、マックスウェルの関係式を使います。 マイナス、ラウンド S ラウンド P、イコール、ラウンド V ラウンド T、でした。これを代入すると、ラウンド H ラウンド P、イコール、マイナス T、ラウンド V ラウンド T、足す、V。そこで、元の式、μJT、イコール、マイナス CP 分の1ラウンド H ラウンド P は、μJT、イコール、CP 分の1カッコ、T、ラウンド V ラウンド T、引く、V。これが、 ジュールトムソン効果を検証する数式になります。最初に、ジュールトムソン効果は理想機体にはありません。これは分子間相互作用を無視しているからです。理想機体の状態方程式は PV イコール RT。変形すると V イコール P 分の RT。これを T で微分すると P 分の R。そこに T を掛け算するので、結局 V になります。 すると、理想機体では、μjt がゼロになることが証明されました。スライド変わります。では、実在機体の場合にはどうなるでしょうジュールトムソン効果を検証する数式は、μjt イ,イコール CP 分の1カッコ t マウンド v ラウンド t 引く v でした。ファンデルワールスの実在機体の状態方程式は、モル体積 v で、 p たす v 事乗分の a, v 引く b, イコール rt. これを v で解くと v の三次式になります。三次式は解の公式で解くことができますので ,ft で表します。これを t で微分してから t を掛け算するので tf' t です。μjt イコール cp カッコ tf' t 引く v 三次式の解を簡単に微分するのは難しいので、アトキンスの教科書も、原著には添付のソフトウェアがあり、これを使って計算しなさいと書いてあります。ここでは別ルートを探すことにします。機体の温度が上がると体積が増えます。この増分を体積で割り算したものを機体の膨張率と言います。これは実験的に測定されており、α で表します。 これを、ラウンド V、ラウンド T で解いてやると、Vα となります。ファンデルワールスの状態方程式から誘導した3次式の解 F'T に当たります。α を測定してみて、断熱膨張した機体の膨張率よりも大きければ、実在気体の μJT の数値が出てきます。これで、実在気体では、ジュールトムソン効果を生じることを示したことになります。 スライド変わります。ジュールは、もともと、高圧気体を詰め込んだフラスコと、真空のフラスコを連結して、ゆっくりとコックを開けて体積が増えるときに切断される、分子間相互作用の大きさを測定しようとしました。これは、ボイルの法則では理想気体として、同じ温度なら体積が増えると、反比例して圧力が低下します。しかし、もし、 この装置で体積が増えた時に内部エネルギーが低下すると分子間の距離が大きくなるので分子間相互作用が切断されます。等温過程における内部エネルギーの体積微分をパイティで表し内圧と言います。内外の圧力という意味ではなく境内に働く分子間の引力のことです。内部エネルギーに関する熱力学の基本方程式から de イコール tds 引く pdv これを温度一定で体積で微分するとラウンド e ラウンド v イコール t ラウンド s ラウンド v 引く p が得られますここでマックスウェルの関係式を使いますラウンド s ラウンド v イコールラウンド p ラウンド t でしたこれを代入するとこうなりますが ラウンド P ラウンド T は変微分の循環法則からマイナスラウンド V ラウンド P 分のラウンド V ラウンド T のようになります。先ほど、この分子に当たる部分ラウンド V ラウンド T は気体の膨張率 α で表すことができます。一方、この分母に当たる部分ラウンド V ラウンド P は気体の等温圧縮率カッパで表すことができます。 そこでこれを代入することで、パイティイコール t カッパ分の α 引く p の式で表すことができました。ジュールは、熱容量の大きい実験装置で測定したために、分子間相互作用を確かめることができませんでした。やっぱり、ジュールは実験が下手くそだったというのではなくて、理論的なアイデアに、実験装置が追いつかなかったのかもしれません。内圧パイティは、 圧力 P、温度 T における膨張率と等温圧縮率から決定することができることがわかります。今回のビデオは以上です。